さんこんにちは。東京中央美容外科のキミック先生です。今回は輪郭美人になるための方法をお話ししていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。輪郭美人はたるみのない小顔であることが大切ですが、そのためにいくつかの方法があります。まずは糸リフト。前回の動画で糸リフトの基礎知識についてお話をさせていただきましたが、360度トゲトゲがついた溶ける糸を入れて皮膚をグイッと引き上げていきます。ほうれい線が気になる方はこめかみから入れて、フェイスラインのもたつきが気になる方はフェイスラインから入れてしっかりと引き上げていきます。次にエラのボトックス。このあたりの筋肉をお注射で痩せさせることによって小顔効果を得ることができます。エラのボトックスが適応かどうかは判断するのは簡単でして、ご自分の手でこのあたりに手を当てていただいて奥歯でグッと噛み締めます。そうするとここがボコッと膨らむ方がいらっしゃるんですけれども、そういう方はエラのボトックスをすると小顔効果を得ることができます。エラのボトックスは後ろ側なんですが、前側のこのあたりに膨らみがある、ボリュームがあるという方はバッカルファットの除去をすることによって小顔効果を得ることができます。バッカルファットって何なのという方も多いと思いますので、バッカルファットについてお話をしたいと思います。お顔で言うとこのあたりにある脂肪の塊をバッカルファットと呼びます。それを除去することで小顔効果を得ることができるのですが、どういう方が適用かというと、バッカルファットがもともと多い方というのがいらっしゃって、ほっぺをよく噛んでしまうだとか、お体が細いのにお顔の下半分に結構ボリュームがあって下膨れのお顔に見えてしまう、そういった方はバッカルファットを除去することによって小顔効果、シュッとした輪郭を得ることができます。下膨れではなくても逆三角形のシュッとした輪郭がお好きな方はバッカルファットを少し取ってあげると理想の輪郭に近づくことができます。加齢とともにバッカルファットは下がってきてしまうので、口元がブルドッグのように垂れ下がってしまった人もバッカルファットの適用であることが多いです。お口の中から取っていくので1週間もすれば傷はほとんどわからなくなりますし、表面に傷は全くありませんので傷についての心配をする必要はないかと思います。あと意外に見落としがちなのが顎の形です。横から見た時に顎の高さが足りない方や、正面から見た時に顎の形が平らな方はヒアルロン酸を注入することによって高さを出したり、丸みのある顎を作ることによって綺麗な E ラインを作ることが大切です。ほうれい線が気になる方はメーラーファットの除去、口横のもたつきが気になる方はジョールファットの除去、顎下のもたつきが気になる方は顎下の脂肪吸引がおすすめです。メーラーファットとジョールファットは口角のところから、顎下の脂肪吸引は耳の後ろからカニューレを入れて脂肪を除去していきます。私は日々多くの患者様を担当させていただいているのですが、バッカルファット、メーラーファット、ジョールファットなどの脂肪を取ることによってこけたりしませんかという質問をよくいただきます。ですがその方に合った脂肪の量を取ることで、そういったことはありませんのでご安心いただければと思います。よく SNS に、これだけの脂肪が取れましたという動画が上がっていたりとかするんですけれども、それと比べて自分は多い少ないということで一喜一憂される方もいらっしゃるんですけれども、それはもう全く意味がないことでして、その方に合った量を取っていきますので、誰かと比べて多い少ないということを心配する必要はありませんのでご安心ください。それでは実際の症例を見ていきましょう。で、こちら実際に施術を行った症例なんですけれども、何をしたかというと、バッカルファットとメーラーファット、ジョールファット、糸リフト、あとアゴヒアルをやっています。こちらがビフォー術前で、こちらがアフター術後になります。もう見ていただいたらもう一目瞭然なんですけれども、まずここのメーラーファットを取ることによってほうれい線がすごく薄くなっているのがわかるかと思います。あとこちらのバッカルファットを取ることによってかなりここのボリュームがすっきりしているのがわかると思います。で、ジョールファット、この口角の横あたりですね、このあたりの脂肪を取ることによってこのあたりも非常にすっきりとしているのがわかるかと思います。で、このボリューム、バッカルファット、メーラーファット、ジョールファット、脂肪をしっかりとって糸リフトで皮膚をグッと引き上げると、たるみのない
綺麗な小顔が完成します。この時に注目していただきたいのが顎なんですけれども、顎も正面から見た時に平らであるよりかは少し丸みを帯びていると、より綺麗な輪郭になることができます。とても輪郭美人になられました。いかがだったでしょうか。今回は輪郭美人になるための方法についてお話をさせていただきました。自分がどれが適応かわからないなという方は無料カウンセリングでお話をさせていただきます。無料カウンセリングにお越しいただければ最適なプランをご提案させていただきます。チャンネル登録していただけると励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。インスタグラムでは症例写真を公開しています。東京中央美容外科に関する情報や私のプロフィールは概要欄からぜひご覧ください。カウンセリングは無料ですので、お悩みがある方はぜひ一度ご予約ください。公式 LINE ではお得な情報も発信しております。ご予約もできるので登録してもらえると嬉しいです。よろしければチャンネル登録、グッドボタンを押して応援していただけるととても嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。